皆さん、こんにちは。ついに、トリガーズリFMに、いとちゃん降臨です。イエーイ。ありがとうございます。お願いします。はい、すいません。私はですね、今日はいとちゃんの、サポーターとして、トリガーズリFMの役員の原と申します。一緒にやらせてもらいます。よろしくお願いします。こちらは皆さんおなじみの、どうぞ自己紹介をぜひぜひ。はい、今はね、伊藤道場って言って、自分で道場やりながら、このチームフットサンプっていう、スクールをやって、いろいろね、やってます。コビトプロレスもね、まだ続いてるので、はい。もし興味がある方がいたら、ちょっと伊藤道場のホームページなんかをね、検索してもらえればいいなと思います。伊藤薫です。よろしくお願いします。伊藤薫ですって言っていただいた時、してますって言いそうになりましたけど、ちょっと抑えました。いやいやいや、我慢しました。はい。はい、実はですね、6月まで、東千鶴さんの番組をトリガーズFMでやらせていただいてまして、はい、椿屋ホールディングスさんがプロデュースで、スポンサーさんだったんですけど、そこと深く、伊藤選手も絡みがあって、ゲストでも来ていただいてますもんね。そうですね。出演いただいて。はい、で、あと、コビトプロレスさんの方も、いろいろ絡みがあったり、コーチ的なこととか。そうですね。はい。ダンプさんのちょっとあれで、つないでいただいて、椿ホールディングスの会長さんとかスタッフの方とちょっとお会いして、ぜひこう、手伝ってもらえないかということで手伝わせていただいて、今に至ってる感じです。はい、私も椿屋さんの社長さんとちょっと個人的にはいろいろお食事行ったりしてるんですけど、お世話になってるんですけど、のコーチのお話を聞いた時に、あ、すごいと思って、なんかそこでつながったんだってちょっと嬉しかったんですよ。いや、さすがですね。本当に皆さんなんかこう、愛というか、ね、再生のために動いて ね、うん、と思います。また今後も引き続きこの曲でも小人さんたちの、いろいろどういう今活動されてるかとかもちょっと追っかけていく企画はあるので、はい、また楽しみにしておいてください。はい、はい、でも今日の主役は何といっても伊藤選手ですから私全然一人でやって知らなくてごめんなさい。はい、急遽、はい、急遽、はい、ありがとうございます。やっぱりちょっとあれですね、伊藤道場という名前が昔もちょっと聞いていたんですが、やっぱりディアナさんにいたイメージが強くて、再び伊藤道場が、新生伊藤道場といいますか、ちょっともしかしたらちょっと言い方がもっとふさわしいのあるかもしれないですけど、ちょっとさらに伊藤道場が新しく、なったんで、ここちょっと最初に皆さんと一緒にいろいろ聞いていけたらなと思うんですけども、これは私もちょっとこの前お邪魔しました。ありがとうございました。なんか空気触媒とかもやっておられたんで、すごい安全で、コロナ対策でもものすごく配慮されてるんだなって。時期的にもね、みんなコロナって言われてる時期なので、後輩のね、全日本女子プロレスに行った時の後輩の、リーっていう子が今そういうのやってまして、ぜひプロレスにいろんなことで還元したいっていうことで、無料でやらせていただけたらって言ってもらったので、だからそういうなんか今、もう前場離れてもうだいぶ経ちますけど、やっぱその時の後輩とか、その関わった子たちが連絡くれたり、お店に来てくれたりして、すごいありがたいなと思って。でもお人柄もあり、応援したいもあり、本当にもう一番怖い先輩だったんで印象に残りますけどね。はい、多分前場にいた子に聞いたら多分、10人が10人伊藤薫っていうと思います、でもそれはちょっとまたちょっとね、実はそのね、質問に絡めるね、深掘りの話この後またあるんですよね。ちょっと、ね、皆さんちょっともうちょっとお付き合いいただければと思います。で、すごい私もまず綺麗だし、で商店街があるし、なんか行くの結構最高です。私もプロレスいっぱい見に行ってますけど、後楽園行くとかうんぬんじゃなくて、この下町感めっちゃ楽しいはありました、行く道中ね。10分ぐらいで着きますよね、お目屋敷からね。みたいですね。私一回も電車で行ったことないのと、はい、あとは商店街歩いたことないですよ。あ、そうですね、いい場所です。そうなんですよ。でもなんか商店街の中に、なんかスクールの子たちが、なんか気になる焼き鳥屋があるだとか、ありました。なんかもういろんな、もう超安い八百屋があるとかありました。なんかレタス10円だよとかあ、そこまで見てなかったけど、なんかもうすごい、なんか連休前とかだと、もうなんか叩き売りしてるみたいで、そういう本当下町感いっぱいあるみたいなんで、自分も一回歩いてみたいなと思って、
あるあるある歩いた歩いたっていうか本当にいあの裏うちの道場からすぐ入ったとこに、うん、あの竹内パンだったかな名前がめっちゃ美味しいパン屋あるんですよ。それは興味ありますね。昔ながらので、はい、本当昔ながらのお店で看板もそうなんですけど、あのなんかいいですね、レジの脇になんかおにぎりとか、はいはい、パン屋ですよ焼きそばとか作ったやつが置いたんですよ。あーいいっすね。ちょっと焼きそばパンのちょっと残りじゃないんだけども、うん、どっちかわかんないです。焼きそばの少しか残りが多分パンだと思う。あ、でもね、うん、そういうパン屋がまだあるっていうのは、うん、いいですね。本当になんかそのパン屋すごい美味しくて、うん、でまあお値段もちょっと安いですよね。なんかあそうかそうか、うん、でパンがめちゃめちゃ美味しくて、うん、でも今時のおしゃれなパン屋ではないですよ。だけどパンめちゃめちゃうまいです、うん、あでもそれは、うん、地元の人も愛してるしっていう形の、うんうん、そうですね、うん、あの絶対あれも食べたらやめられないですね。そこはね見てないんですよ私。この前通った時そこのパン屋気づかなかったんで、ちょっとぜひぜひ、はい、次回今度、はい、一緒に、はい、行ってください、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、でちょっといろいろ話がもうすごい長くなっちゃうんで、うん、ちょっと一旦本題に聞かせてください。はい、お願いします。あの今日あの伊藤選手をお呼びしたのはなんとなんとなんと、はい、告知があります、はい、では、はい、まずそのフライヤー見ていただくチケットをね、うん、これねちょっとこの後、まあ、深掘りしていくんですけど、すっごい面白いあの大会といいますかイベントといいますか、なんて言いましょう、イベントですね、イベントですね、もうね、うん、あ新しい形のこんなイベントは今までやった選手いないんじゃないですか、どうなんでしょうね、っていうぐらい、もうなんかそのイベントやるって決めた時に、はい、やっぱりあの私、まあ、あのこれなんですけど、はい、あのこの道場をね持って、はい、あの自分が関わってる何かをやらないとレンタルってなんかやっていくのあれだなと思って、1回目って重要じゃないですか、はいはい、まあ、その時に自分の中では、まあ、同期っていうのが一番大きいので、まあ、33周年ちょうど10月に迎えるってことで、はい、まあ、まあトークショーっていうか、うん、やろうかなと思って、はい、はい、これねすごい、まあ、もちろんね場所は今散々お話しした伊藤道場なんですが、うん、はい、限定というか人数がね、はい、そうなんですよ、うん、決まってまして、うん、チケットも早いもん勝ちになります ね、 ですね、うん、であの早く、申し込みをしていただきたいと思います。そうですね、はい、で10月の2日ですね、はい、10月2日、はい、日曜日かな、うん、はい、そうですね、会場が2時で、開始が一応15時からで、うんうんうん、2時間一応17時までっていう予定なんですけど、うんうん、まあせっかくなんでね、スクールもただやってるだけじゃなくて、14時半から会場後ですね、ちょっとみんな軽く軽食と飲み物を出すので、うん、まあこうちょっとやっていただきながら、日頃の伊藤道場っていうか、うん、チームフットスタンプっていうスクールの中の子たちが日頃どんなことやってるか、うん、まあ練習ちょっと見てもらったり、まあ、そこで練習してる子たちが、まあちょっと、まあ、試合っていう言い方は自分あまり一般の人なので言い方しませんけど、はい、ちょっとデモンストレーション的なものが3分とか5分とか、まあ、藪下一緒にやってもらってるので、藪下とスクールの子がちょっと、はい、まあ、試合チックなことをちょっとやれればなと思って、そうでしょうね、うん、そういうのも考えてます。この伊藤道場では、はい、もう本当にスクールとしても、うん、使えますし、うん、でまあイベントっていうか、まあそのね、リングを借りたいとかっていう何かその、うん、まあ、土俵の方とかですかね、練習したりとかっていろいろ用途としては皆さんに使ってもらいたいっていう、まあ、伊藤選手の思いもあるんですけど、うん、このイベントの日はそのスクールの、はい、まあね、さっきもご説明 されてたお披露目というかね、そうですね、それが実際うん、見れるっていう、そうですね、一応4歳から1歳までいるので、まあ、その中で来れる人たちがちょっと来て、日頃こんなことやってますよっていう、ただね教える人に似るっていうのがちょっと怖いんですけど、みんな超真面目なんですよ。で今土日中心にやってるんですけど、10時から1時までやって、1時から1時間休憩して、はい、そのパン屋とか
なんか行って、休憩中、1時間休憩して、その後一応ビジターなんですけど、ビジターもその人たちが、うん、まあ、ビジターで来る人も実際何人かいても、はい、あのその人たちが残って、一緒に、はい、2時から3時半までやるっていう、はい、1日だから5時間近くあるんですよ。すごいな。今一般の方ですよね。もう大好きなんでしょうね、プロレス。一般の人だから、うん、もうなんかなんだろう、もうすごい一生懸命です。大好きなんだ、うん、そうですね。いやでもね、うん、好きなものが見つけられて、うん、それをできる場所があるっていうのは結構充実してる人生を、うん、やっぱりこう伊藤選手なんかもそう環境を作ってらっしゃるっていうことはすごいことだと思います。あの私と藪下がやってるところで共通したことって、うん、やっぱ受け身をみんな覚えてほしいっていう、うんうん、やっぱりあのは受け身のスポーツですし、うん、そうですね、もう今まあ、ね、はい、みんなね子供たちが家の中でこうゲームしたりとかっていう時代になっては来てるんですけど、はい、やっぱほら外にあるとねやっぱ危険なことがいっぱいあるじゃないですか。だから受け身取れるに越したことないなと思って、転んだ時にどっか折るとかでもそうですしね、うん、そういうのがないように、はい、怪我防止のために、はい、そういうね、うまい転び方って教えてます。人生に違いをちょっと、まあ、作れるというかね、知ってると知らないとではっていう、ね、そうですね、全然違うと思います、うん、でやっぱりそのプロレスラーって受け身の神っていう感じなんですよ、私の中では、うん、もう受け身のスポーツなので、うん、あの個人的にはやっぱりそのいろんなスポーツの中では本当にもう最強説は私はあるんですけど、うん、でもそのことをやっぱりこう知ってもらえることも嬉しいですし、そうですね、うん、まあ、あの実際その子たちがその今スクールの生徒さんたちがそういうことに遭遇して受け身取れてなんとかっていうのは分かんないですけど、あ、私あの中国に1年行ったりして、あの一般の中国の子たちをこう、まあ、デビューさせたっていうかやったこともあったんですけど、そうですね、その時にやっぱ受け身どうのこうのどうのこうのって怖いとか音がどうとかっていう子たちがやっぱ中国にはいて、なかなか進まなかったんですけど、なんかある人ってなんか風呂場で転んだけど先生受け身取ったよとかなんかそういうことを経験して、なんか、うん、受け身の大事さをこう覚えてもらってね、はい、何にも怪我しないっていう、うん、のがすごいいいなと思って、うん、でもそれは本当にあのそうですね、もう教える方も愛だし、うん、なんかね本当これを覚えることで人生にちょっと違いを作れたらいいなっていう、そうですね、ね、うん、目指す人は多分ここからまた楽しみな、うん、あのプロレスラーが生まれたりするんですかね。そうですね、あの本当今チームフットスタンプのスクールでしかないんですけど、はい、本当にあのプロレスラーになりたいっていう、うん、自分に見てほしいっていう子がいるならば、うん、まあ、最後サレで終わってるんですけど、うん、まあ、そういう本当にあのプロレスをやりたいっていう子がいたら、うん、まあ、伊藤道場の門を叩いてほしいなと思ってます。そうですね、ちょっとここで、はい、うん、どこに連絡すればいいかをぜひちょっと出していただけたら思います、はい、伊藤道場に今ねちょっと興味持ったわって、うん、話聞くだけでも大丈夫なんですか。なんか自分がこういうもちろん一回見学に来ていただくのも全然可能ですし、見学とか、はい、実はちょっとこういうね、うん、あの辛い過去があってとか、うん、なんかそういう悩みを聞いたヒアリングで、うん、じゃあ、 あの来れば多分こういうふうに解消できますというのも、はい、ね、まあ、最初ちょっとあの見学とか、そうですね、体験もあるし、体験もあるんですね、はい、まあ、ビジターもあるので、うんうん、はい、じゃあちょっとその自分が続けられるかどうかもちょっと様子見でもいいと。そうですね、うん、まあ、ビジターはまあ大人というか一般の人は3300円で子供は550円からやってるんですけど、はい、あのまあ、あの月2回しかできないんですけど、うん、まあ、それで来てもらって、まあ、自分でちょっとやってみて、うん、でもね、あの本当スクールなんで、うん、厳しく教えてますけど、うん、あのできなかったら休憩して全然 OK なんですよ。はい、あ、ちょっと自由に、はい、自由にもうちょっと休みたいなっていう時はもうちょっとギブして端っこで座ってゼーゼーしたりとか飲み物飲んだりとか、うん、全然普通なんで、はい、うん、お教室的な要素もね、そうですね、ありますから ね、そんなあのね、はい、ずっとやんなければならない、はい、そうですそうです、自分のペースに合わせて楽しみながら、はい、楽しみながら、あの私も練習の時にすごくあの意識してるのが、うん、だからできない人に合わせるんじゃなくて、うん、できる人に合わせるっていうか、うん、だからそこについていくようにやっぱりしないと、うん、このできる人っていうのは伸びないじゃないですか、うん、だからこの人に合わせてあげないといけないので、このできない人たちはそこに
こう追いついていくようにやってもらえばいいかなと思ってダメだったらダメで全然休んでもらっていいし、ね、1日見学になってもいいと思います、はい、逆にね見てもね楽しかったり勉強だったり、やっぱり、うん、見ることがすごく大切だなと思うので、まあ今もなんかまあ首ちょっと捻挫したとかっていう子がなんかできないのに道場がある日は道場来て練習見学してできることだけやったりとかってやってる子を見るとやっぱすごいなと思って、うん、そうですね。なんかよく私が自分の後輩たちに言ってきたのは、うん、練習見てほしいんだったら、うん、見たいと思わせてってよく言うんですよ。うん、例えば事務所が2階だったら 2階で仕事してる時に下からすごい練習して頑張ってる声聞いたら、うん、あ降りてあげなきゃと思うけど、うん、なんか何やってるか分かんないみたいな感じだったら、うん、まあほっとけばいいかなみたいな風になっちゃうんで、うん、やっぱり見る側にもやっぱりその一生懸命学びたいっていうか吸収したいって子がいれば一生懸命教えるし、うんね、なんか嫌だなと思ってやられてるのにこっちは一生懸命なれないっていう部分もやっぱあるので、うん、うんいやもうそれはもうよく私も伝わりました、うん、そうですよね。一回どうですか、ちょっと興味ありますよ、ね、めっちゃいい汗かきますよ。ちょっとね、そうですね、スケジュールを管理会社にされてるものでちょっと局長とかに相談してから気持ちはあります、はい、ありがとうございます大丈夫です、はい、すいません。ちょっとまた私が行くことになったらちょっと取材に来てください、アズーリーで、はい、本当にお願いしますすいません、うん、でまたちょっと一回またイベントのやつ先ほど出してください、はい、そろそろ本当の、はい、まだ本気じゃないですから、うん、イベントの話何もしてないじゃないですか。そうですね、はい、イベント、はい、はい、1万50なんで、はい、でですね、まず伊藤道場で、伊藤選手となんとマーベラスの渡辺智子選手が、はいはい、まあこれがちょっともうトークショーがメイン、ね、そうですね、平成元年組っていうことでね、やっぱり渡辺智子と、はい、まあ本当はねみんな元年集めたかったんですよ、うちの同期を。だけどやっぱスケジュールがみんな合わすのやっぱ大変なんでもう自分と渡辺智子今現役なんでこの2人がいる日に、はい、まあみんなが来れたら来てねみたいな、うん、はい、さっきもちょっと LINE 送っときましたみんなに、はい、そうですね、ある意味ミスター X ですよね、誰が来るかわからない、はい、誰が来るかわかんないし、うん、もしかしたら終わってから来る、うん、空気読めないやつもいるかもしれないしそれも、はい、ちょっとなんかね、うん、面白いんですけど、はい、そういうのもなんかリアルに間に合いそうだったら行くよって言ってる子とかもいるので、うん、はい、まあ、大体こういうイベントってねちょっと押したりするじゃないですか、うん、はい、押したらもしかしたら間に合うかもしれないし、そうですね、皆さんの熱量によってはね、トークショー長引く場合ありますからね、うん、そうですね、はいはい、これちょっと私もね本当に行きたくて、うん、なんで行きたくなったかというと、うん、まずいろんなねちょっと企画が用意されてまして、はい、でさっきのちょっとそのチームスタッフさん の、うん、スクール通ってらっしゃる、まあ、その熱量がすごい、うん、練習の方のお披露目があるっていう、 そうですね、それもちょっと私がさっき、うん、ちょっと一回ねプロレスのスクール体験みたいな行くっていう意味を含めてちょっと興味あるんで見てみようかなっていうのが一つと、はい、あとそのまあやっぱりねちょっといろいろこのトークショーももうすごい楽しみなんですけど、私個人的には、うん、なんとね NG なしの質問大会あるんですよ。そうですよ、今そうやって言ったんですけど、あんなこともこんなことも、はい、エロいことも聞けるってことですか、はい、いやいや私ねあんまり本当プロレス業界で決めた私下ネタは通用しないっていうのが一応あるので、下ネタは渡辺とも、はい、ブロックされるっていう、ね、ちょっとそれはスルーしますけど、はい、とりあえず、まあ、渡辺とも子なら答えるかもしれないそうですね、はい、担当が、はい、担当があるんで、はい、真面目なことは全部自分が行くんで、はい、ちょっとそういうことは渡辺とも子に、でもね本当にまあ、33年って結構な年数じゃないですか、うんうん、本当に、はい、もう人生の倍以上もちろんやってるわけで、うん、もう ね、 うね3倍ぐらいになるのかな、うん、って考えると結構やってるんで、うん、まあ私たち脱走したりとか全員で、まあいろんなね、前場時代のね、はい、ちょっと、はい、いろんな、はい、いろんなまあことがあるんで、うん、まあ、みんななんか興味が、うん、あるありますよ、うん、ある人も多いみたいなんで、うん、なんか聞いてみたいこととかあれば、うん、もう渡辺とのことすべて答えようっつってその代わりこう音声に関わることとか、うん、こう映像系は全部 NG で、はい、もう来た人しか聞けないっていう本当にその、うん、
あれをやろうかなと思って。そうですね、はい、伊藤選手、渡辺選手と、そして会場の皆さんとの秘密を持てるという。そうですね、あのでも公開しないでください。そうですね、はい、もちろん、あの多分皆さん一番怖い先輩誰ですかとかなんか、うん、多分聞くと思うんですよ。そうですね、はい、絶対それはなると思いますね、うん、はい。いやでもね、その NG なしで何でも答えますってこの33年の歴史に対してはやっぱり本当にいいんですかっていうのがちょっとあったので、で事前にあのなんか入って挙手制だと言いにくいと思うんで、あの事前に紙配られるんですよね、こういう質問って言ってね。なのであの必ずあのよく見える書きやすいペンを持ってきてほしいと思います。はい、そうですね、ありがとうございます。ペンは持ってきていただいた方が、はい、紙配るだけで済むので。そうです、ペンなかったら、はい、挙手して聞かなきゃいけないから、そう、ね、その恥ずかしめを受ける場合もありますよね、はい、質問内容によってはね。もちろん名前も書かなくていいんで。そうそうそう、あの名前も何も書かなくていいです、ね、質問だけ書いてくれればいいんで。そうですよね、はい、そしたらそこ、うん、自分のね聞きたいことも聞けるし、うん、はい、自分がねこの質問出してないよって顔して聞けますし、うん、そうですね、でペン忘れたら恥ずかしみを受ける可能性があるので、はい、ペンはねちょっと必須になってきますよね、はいはい、じゃあちょっとすいません、ここでですねさらにあのスペシャルな話といいますか、うん、実は渡辺選手からビデオメッセージがあるということで、ちょっとねこれはいいですね、はい、だんだんママにできたっていう渡辺智子お母さんすっごいなってました、はい、そうなんですね、はい、はい、あのこのやっぱ33年一緒だったから言える発言みたいな、うん、じゃあちょっとあの渡辺選手を呼んでみてください。はい、はい、なべちゃん。皆さんこんにちは、渡辺智子です。10月の2日ですね、渡辺智子伊藤薫のデビュー記念日のトークショーということで、椿リングズ伊藤道場でトークショーを行います。給食ドリンク作るみたいでね、多分やばい話が聞けると思います。伊藤さんには質問には絶対答えろって言われているので、すべて絶対お答えします。動画はお断り、そして SNS でのそういう話の拡散はお断りします。ぜひ皆さんでいらしてください。お待ちしてます。ちょっと眼鏡でかすぎません、この人。あのね、うん、ちょっとキャラがあの、うん、いつも別キャラで、なんでか、ね、そうですね、はい、なんか本当なんかもうなんか家にいる感じでしたね。でもいいじゃないですか、はい、あのこれファンの方には、うん、リングの上がやっぱ当然一番多いですから目にするのは ね、 そうですね、こういう、はい、家感すげえな、もう、うん、すごいなんか愛されるポイントだと思います、はい、そうですね、それをお披露目するっていう、ね、はい、愛されキャラ、愛されキャラ、はい、どうぞ、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、あの今言ってたように本当に NG なしの質問がいろいろ、まあ渡辺の方が言っちゃダメってことも言いそうなんでね、はい、逆に言わなくていいよってことまで言いそうなんでそうかもしれないですね、そこまで言うの、はい、質問にプラスしちゃうみたいな自分で、はい、自分でね増しちゃってるっていう、はいはいはい、いやでもそれも楽しみなのでいやありがとうございました、渡辺選手ちょっと楽しみです、はい、ありがとうございました。で、あとそのまあミスター X 企画ですね、33年の同期誰が来るか分かりません、下手したら間に合いません企画も面白いですし、うん、かつてねあのプロレスがこんなあのイベントをやってたのかっていうところで、あとね軽食が出る、うん、なんかすごい お腹にも配慮いただいてるっていうことで、なんかもうなんか本当なんか何の気軽な感じで来てほしいなと思うし、なんかね申し込み方法も結構ちょっと昭和な感じなんですよ。ちょっともう、はい、そうです、ちょっと大きくしてもらって申し込み方法じゃあ行きましょうか、はい、ぜひぜひ。じゃ あのチケットどうやって買うんですかって今すごい聞きたくなってる皆さんにちょっと伊藤選手から、うん、どうやったら買えるんですか。そうですね、まあ心亭っていう自分のお店もあるんですけど、心亭とか、はい、まあ、チームフットスタンプの、はい、まあ、土日、10時からいるので10時から3時半までの間に買いに来ていただくか、G メールがあるのでそこで一回問い合わせてから、返事があったら現金書き留めであのこの大田区の大森中 2-15-11 の、はい、住所にね伊藤道場、まあ、一応かける椿リングズっていうことで、うん、書いていただければと届くようになってるんで、それをいただいて、うん、その中に返信用の封筒を入れていただければ、はい、入れて送るっていう、そうですね、はい、返信用の封筒は自分の家の住所と自分の名前を書いて、はい、そうですね、もう送ればいいだけに、はい、そういうことです、あの入れてほしいんですね、はい、はい、
で、現金だけ入ってても、はい、何も分からないので、何も送って来られない可能性が高いと、はい、24日必着かな、はい、うん、していただければ間に合うと思うので、9月24日になりますね、はいはい、うん、で、まあ、今ね、令和でペイペイとかいろんなものがある中で、あえて現金書き留めで受け付けるという、この昭和感ですね、33年プロレスやってるってことで、大体もう皆さん年もね、うんうん、それぐらいになってるので、はい、もう現金書き留めでいいかっつって、そうです、多分現金書き留め知らないっていうファンの方も、まあ、もしかしたら伊藤選手の中でもいるかもしれないですけどね、うん、知ってる人の方が多い年代ですかね。でもチケットにもし余裕があれば、うん、当日も販売するっていうことで、うんうん、はい、やってるので、うん、はい、じゃあここに送ってくださいね、つばきリングで、はい、で、まずは G メール出してください、はい、順番もう一度申し上げます。じゃあワイプもちょっと消していただいて、はい、まずは伊藤道場の方に連絡をしてください、はい、チケット買いたいんです、はい、っていうことですね、はい、それで返事があったら、はい、大田区の大森中の、はい、じゃあさっきのまたフライ出してもらって、はい、大森中の道場の住所の方に、うん、まあ、問い合わせは電話でも大丈夫です、はい、チケットのね50枚っていう限定の枚数があるので、はい、それが、まあ、万が一超えた場合来てもらっても、うん、申し込んでお金だけ送ってきても入れないの で、うん、そうですね、一応確認をしてから、うん、こちらが返信してあちらに送ってもらうっていう、はい、うん、でお値段も、書いているんですけども、はい、88です、はい、8800円で軽食とドリンク付き、はい、はい、あとここに書いて あるやつなんですけども、うん、書いてるやつでまだご紹介これからするものと、ね、あとはあら書いてないですかね、何がですか、ビンゴもありますか、あります、ビンゴありますよ、ビンゴありますね、はい、ビンゴ大会と、ビンゴ大会、はい、トークショー、はい、あとチームフットスタンプの日頃の練習とかちょっとお披露目あって、はいはい、そしてですね、なんと、巣鴨プロレス、そうなんですよ、はい、これの試合が見れるっていうことで、はい、なんか私も見に行ったことないですよ、うん、初めて今回やってもらうので、まあ、お客さんとして見れるかなと思って、はいはいはい、ちょっと私もね巣鴨プロレス初めて見ることになりますね、うん、ちょっと私も行く気満々ですから、はい、2日休みますからねスタッフの皆さんお願いしますよ、プロレスっていう名前がついてるので、はい、まあ見たいなと思って、はいはい、ちょっとねこれ楽しみですね、はい、そうですね、アシュカ選手対、うん、アジャパーコングさん、アジャパーコングさんね、うん、なんかちょっとね師匠がちょっとなんか関わってるんで、はい、師匠が誰か分かりますか、はい、はいはい、こちらです、はい、これです、WWE にいるアスカ選手の、うんうん、モノマネの方と、うん、アジャコング選手の、うん、はい、まあ、なんならこのアジャパーコング選手はイットン薫っていうね自分のあれもやってくれてるんですけどね、うん、あえてここはアジャパーコングさんで、はい、はい、そうですね、今回そのねトークショーはアジャパーさんで出場されるっていう、はい、そうですね、そうですね、試合っていうのかな、ネタっていうのかな、そうですね、絶対ね、本当にね見たことないの、本当見たことないですよ、なんか実況がありきなんですって、はい、実況あるんですか、実況がありきなんらしくて実況も頼んでいただいたみたいで、実況ある試合だとちょっとこれ絶対おもろいやつの方ですよ、はい、ありがとうございます、これ私も初めてですね見るので楽しみですね、いいですね、私も初めて、そうですよね、はい、なんかもう観客として普通に楽しめるんですね、うん、はい、で、まあ、ビンゴもあってミスター X でいろいろ集まってということで、そうなんですけど、それとあとまあちょっともう一つここからね、現金書き留めの話にちょっと戻るんですけど、うんうん、まあレトロな昭和な感じで現金書き留めちょっとなんかまあ難しいとかなんか手数料、うん、どうなんだろうとかちょっとうーんっていう人はね、心定に、はい、来たら買えます、買えます、なんと出ますか、はい、ここにね、そうなんですよ、うん、なんとチケット売ってもらえるっていうね、行けばでなんかね、現金書き留めね、昼間ちょっと仕事でも行けないなとか、はい、ちょっと手数料ねちょっと高めだなとか思ったら、うん、だったらね酒飲みたい、酒に変えちゃう、そのねお金をと思ったことでいいと思います、そうです、土曜日日曜日はスクールやってるので体験でも見学でも来ていただいて、はい、買っていただくのも可能ですし、はい、心手ね、大森駅、京浜東北線の大森駅から東口かな、何口なんだろう、中央東口かな、出れば5分ぐらいで着くんで、はい、
私もね、ちょっと行ってないんです、まだ。ただ行きたいので、ぜひぜひ。そうですね、神社通り沿いに、あります。メニューちょっといいですか？さっきね、見た時にこれね、何メニュー、酒飲みが好きなメニューですね。そうなんですか。わかんないです、私あれなんで、その日の気分なんで、この何ですか、メニュー、あっても面倒くさかったら今日はないって言います、そうです、全部ない場合もありますね。だから全部で、ね、売り切れの場合もあります。そうですね、伊藤選手の気分、そうです、なんだろう、結構ね、昔はね、何チキンチャップとかそういうポークチャップが、わかります、関西の人が多いのかな、なんとかチャップみたいな食べるのは。関西人は知ってるけど、どうすかね、全国では、こっちの人食べないですかね、全国ではないかな、あと生姜焼きとかね、人気です、ちなみにここは同郷なんですよね、京都。あ、そうです、そうです、京都なんですね。そうです、そうです、京都なので、まあ、関西系なんですけど、そうですね、ちょっと関西寄りかもしれないです、メニュー、味付けは関西寄りかもしれないです。めっちゃいいですね、まあまあ、あれですよ、おむすびなんかもね、めちゃめちゃ、やっぱ関西なんで味のりです。あ、いいです、焼きのりじゃないです、味のり、もう絶対にいる味のりです。焼きのりはダメっすよ、ダメってまあ言っちゃダメだから、味のりです、家でも味のり最高です。そうです、もうそれは OK です、ありがとうございます。じゃこちらでも買えますし、土日、伊藤道場に行っても買えます。そうですね、はい、朝から朝10時から、そうですね、まあ4時ぐらいまではなんだかんだしてますんで、はい、はい、朝からもうおられる、いますね、もう朝から練習してるんで。あ、そうかそうか、土日はね、このね、はい、心亭は、2週に1回土曜日提供もやってるんですよ、無料提供、子供たちに。あ、その時かき氷とか出したりして、はいはい、まあ、それ見ると、この17日やるんで、もしよかったら、ね、はい、お子さん連れていらしてください。お子さんいる人いる、この曲。お子さん、お子さんカレー食べれる年齢。お子さんいる人いないかも、うちのスタッフいる、誰かいない、いないんだ。すいません、お子さんいないから行けない可能性が高いです、17日、すいません、はい、子供たちとかね。次は17日はカレーの予定ですけど、いいですね、カレーね、カレーめっちゃ人気あるんですよ。あります、あります、はい、うちカレー、まあ出ること、まあメニューにないんですけど、カレーって匂いするじゃないですか、はい、だから今日カレーあるんですかって言われて、あるよって言ったらカレー食べたいっていう。あ、やっぱ人気メニューですよね、そうです、カレーはね、いや、すごいと思います、はい、もう子供も大人も好きですもんね、カレー。そうですね、本当、無料なんで、もう無料なんですよ、コロナの時期がちょっとあれだったんで、なんかもう本当ニュース見るの辛くて、なんか餓死とか、うわ、ね、もうそういうニュース見たらなんか、なんか重いなと思って、まあそんな何人も助けられないですけどね、ちょっとなんかカレー食べて美味しいねって笑顔になれるっていいなと思って。すごいですよ、子供食堂的な。そうですね、まあでも子供食堂って言っちゃうとあれなんですけど、全然子供食堂とかじゃなくて、子供連れてきてくださいっていう、まあ自分がただ単に子供が好きっていう、それだけなんですけど。そうなんですね、かき氷の機会があるんで、かき氷を出してもう削って、それもみんな無料で食べるっていう、すごいですね、なんかね、ちょっとそういう活動ちょっと取材に行かないんですか。ぜひぜひ。それにね、フットスタンプの子たちも手伝いに来てくれて、やっぱそうだね、はい、まあ、そういうのも一緒にみんなでやってるっていうか、自分がやってることにチームフットスタンプのスクールの子たちが一緒に乗っかってやってくれたり、なんかでもそこに賛同してもらってっていうのも嬉しいですよね、はい、なのでホームページ見て、なんか活動記録とかに、ちょっとホームページってあります、伊藤道場のホームページ、はい、作っていただいてるので、はい、はい、やってもらうと、なんか、はい、活動記録ありますか？うん、ほら、載ってるでしょ、提供やってます。今度17日です。17日ね、お子さん連れて、土曜日に、はい、3時から5時までやってるんで、でなんかお菓子をなんかこう提供してもらったりしてるんで、それ詰めたりとか、この時はなんかこれ多分、なんだろう、焼き飯かな、美味しそうですね、と唐揚げ、まあ冷食はなるべく使わないっていうか、唐揚げとかも全部味付けから自分でやるし、チャーハンも自分で冷やご飯をチャーハンにするっていう、冷やご飯からのチャーハンが美味しいんですよね、炊きたてだと美味しいです、はい、
あのレトルトとかそういうもの、うん、まあたそのなんかちょっとあの、うん、ブロッコリーとかそういうな付け合わせは使うことがあっても、うん、まあ食べるものってカレーとかもそうですし、うん、なんか自分たちで全部作るっていうのが基本です。結構でも唐揚げもあの、うん、ねその下味付けしたり結構手間かかりますもんね。そうなんですそうなんです。美味しい唐揚げとかだとそのね事前の準備の工程がだいぶかかりますし、ね、そうですだから今日は、うん店行ったら帰る前にじゃがいもとか人参とか玉ねぎ剥いて切って、うん、もう当日そのスクールが3時に終わってから、うんはい、今度この3時じゃないわ1時か明日は、うん、10時か1時までやって、うん、終わったら3時から5時まで提供するんでわかります2時間しかないんですよ終わってから。そうかそうか、まあ、その間帰ったりなんだかんだして、はい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 、多分1時間とかで全部ブワーって作るんで下ごしらえだけしていかなきゃいけないんですよ、はい、明日ですもんね17日明日なんです明日なんですよ、はい、そうか、うん、スクールもやって、うん、でそうですよね提供がある時は1時で終わるんで、1時で終わって、ね、でそのまま3時からこれなんでそうかそうか、はい、そしたら今日からどこまでや準備するかってちょっとシミュレーション頭使いますねちょっとねそうそうそうそれをいつも店終わって帰る前に頭の中で全部こう作ってはいやりたまにあるんですよお肉解凍するの忘れたとか あそうつらつらいはい、はい、そういうのも最悪でいやちょっと私も頭使うの苦手なんですごいな、はいはい、今思い出しましたこれだからカレーにするんだったらカレー粉買わなきゃなとかあちょっとメモっといてそのカレー粉買ってくださいって紙渡してる、はい、トマト缶買わなきゃなとかトマト缶もメモっといて渡してくださいいろいろコーン買わなきゃなとかいろいろ今ちょっとひらめいてきた、はい、じゃあカレーとトマト缶とコーン缶をねちょっと買うようにメモをね、うん、帰り際渡してください伊藤選手ねでもこの活動が、うん、なんだろうなもうどれぐらいやってらっしゃるんですか無料提供ですか、うん、無料提供結構やってます長いことうん、うん、この活動がその提供してもらったまあお子ちゃまの、うん、その人生の根幹で、うん、まあなんかそのなんだろうなちょっと大きくなったら、まあ、残るんでしょうね何かね、うん、自分がそういう立場になった時に、ね、この間ね初めて、うん、なんか夕方お店開けてたら、うん、ガラガラって開いて、はい、なんかお母さんとちっちゃい女の子いて、はい、初めてなんか手紙もらってえすごい、うん、でなんかこうキーホルダーみたいなの作ってくれて、うん、なんかそれ持ってくれてでも自分これやるとき、うん、自分は中にいるんですよ表出ないですね自分あそうなんですね、はい、だからお姉さんへって言ってありがとうみたいな、うんうん、なんか美味しかったですとか書いてあって作ってるのは自分だけど、うん、表に出てるのは違うフットサンプの子なんで、はいはい、あの子に書いたんだなと思ってうーん私裏方なんで作る人だけなんでねはい誰がやってもいいじゃないですか別にもちろんです、うん、もちろんです、うん、ある子はお菓子のおばちゃんと思ってますから、うん、自分の、はい、お菓子くれるおばちゃんだと思ってそれかハロウィンの時めっちゃ人気者になりますよ大丈夫ですかハロウィンの時めっちゃ人並びません子供ばっかり笑ってたくさんお菓子いただいたんで、ね、それをフットサンドとかを袋詰めして、はい、その袋詰めをこうみんなこう渡してって、はい、そうですね、うん、これはお菓子のおばちゃんが並ぶわ子供たちは、うん、なんていうのお弁当いらないからかき氷とお菓子欲しいですね。ね、私もかき氷が好きっすね。ちょっとアイスクリームとかかき氷めっちゃ好きなんですよ。もう練乳とかも超でっかいの用意して。絶対いりますよ、うん、練乳。本当に。はい、いやカルピスと練乳がめっちゃうまかったですよね。あ、それは間違いないやつですね。はい、体に悪いけど。悪いのかな。どう、うん、カルピスと練乳ダブルかけですよね。いやでも、うん、美味しいですもんね。今氷屋さんの安いところもなくなったんで。うん、あ。そうですか。だから氷は氷でちゃんと氷屋さんに買いに行ってるんですよ。道場近くの氷屋さんに行って氷を買ってからのもう道場店みたいな。すごいですね。やっぱりねその氷でやりたいっていうのありますよね。なんかブロッコリー氷しか食べないのに、なんかなくなったから氷買ってきてってフットスタンプの子に言ったら氷買ってきてないんですよ。板氷買ってきやがって。そうか。これかき氷にできないじゃんって言って、うん、でなんかドライバーのあれでこう真ん中きれいに割ってこれで重ねて使ってみたいな。いやでもなんかねそれもそうですねやっぱり年齢とかいろんな時代生きてきた、うん、見てきた景色が違うと、うんうん、
そうですね、まあ、日本語通じない時あります、うちの局でも今19歳の子、ね、方とかのお仕事させてもらってるので うーんとか思う時もあります、ね、逆になんか勉強させられ、うん、させていただいたりとか、そういう風に言えば通じるのねとか、うん、まあでも若い子の頭ってすごいですね、うん、すごいです、本当にそれは思います、うん、感心しますこっちがちょっと逆に変換していかなきゃいけないぐらいね、うん、ついていくの大変ですよね。そうですね、うん、本当に。いやでもなんかいろんな話がちょっともうできたんで、うん、私もすごいもう個人的には楽しいんですけど、うん、あのちょっとしつこいようですけど、うん、今日本当に宣伝しに来ていただいたんで、はい、あの今ねちょっと途中で見た方もいるかもしれない、うん、もう一度あの、うん、今なぜ、糸ちゃんがトリガーズレフに降臨していただいてるかをちょっともう一回説明させてください。じゃあフライヤーお願いします。はい、はい、イベントの、はい、はい、イベントですね。はい、7月の半ばからちょっとコビトプロレスだったリングを、うん、コビトプロレスを残しつつ伊藤道場まあかけるっていうか結んで椿リングズっていう名前で、はい、あの場所があるんですね。そこの場所でちょっと第1回目のイベントは、うん、自分がやるのが一番いいかなと思って10月2日の日曜日に2時オープンの15時スタートで、2時オープンですよ、はい、皆さん。お値段は軽食ドリンクついて8800円で、はい、やらせていただきます。はい、でね、まあ道場維持のために、うん、本当にスポンサーね、募集したり、練習したい人募集したり、はい、まあしてるんですけど、だから私の中では今ほら道場がない人っていうか、うん、まあ、うん、私レスラーはあんまり知らないですよ、ぶっちゃけ言ったら、はい、だけど練習場がない人とかいっぱいいるじゃないですか、はい、なんかそういう人たちもなんか平日の日中とか、うん、なんかみんながこう練習できる場所にできればなと思って、まあ、会費を、まあ、1万円とか男の人は1万2000円とか、その、まあ、今ほらいろんなフリーの選手とかも多いし、ね、各団体いろんなところが一緒になってやってるじゃないですか。そうです。でリングがないところが、まあ、ちょっとうち5メーターリングで、うん、ちょっと小人さんのやつでちょっと、うん、マットがちょっと厚かったりするんですけど、とってもいいリングなので、はい、まあそういうプロレスの練習するリングをみんなで持てたらなっていう感じで、うん、まあそうですね、もしはい、そうですね、受け身とかちゃんとやったことがないんだったら、はい、私とか薮下全然見るし教えるし、うん、まあ、男子の選手でも女子の選手でも、まあ、プロの選手だったら、うん、まあ、今はねどっちかっていうと体を作る練習が多いんですけど、私はなんか昔からリングで、受け身を取るとか、はい、リングで練習するってことが一番大事だってことを教わってきたし、うん、やってきたので、うん、まあ、そういうリングを、せっかくねあるので、はい、平日とか使ってない時間もったいないし、うん、みんなで、まあそのね、月会費1万円とか1万2000円っていう会費になってもらったら、うん、みんな自由に使えますよっていう平日の日中使えますよっていうスタイルとかも作っていきたいと思ってるんですよ。そうですね、だからいろんな、まあ、リングがなくて練習できない子たちに、うん、やっぱり危険なプロレスってやっぱり、ね、危険と背中合わせだったりするので、うん、まあ、そういうところをなんかみんなで維持できないかなって思ってみたりしてます、はい、あとは本当に月に、ね、3万3000円 の、 スポンサーを今5社いるんですけど、はい、それをまあ限定30社で見つけようって今ちょっとやってまして、はい、それができたら、まあ、いろんなことにね、まあ、もっといろんなことを直したいとことか、うん、付け加えることとかもいろいろあるので、うん、まあ、そういうのやりながらもう自分も突発的にねポンってやっちゃったので、うん、あとどうするか考えずにやったので、はい、スポンサーもし興味がある方がいたら、うん、ちょっとねお話とか、うん、しに来ていただいたり連絡してもらえれば、うん、はい、その企業さんとかを、まあ、自分たちのこう、うん、今度 YouTube やるんで YouTube とかで宣伝してもらったりバナーつけさせていただいたりしていこうと思っているので、はい、ぜひご協力よろしくお願いします。はい、連絡先もお願いします。はい、そうですね。まずはまあそのイベントを楽しみにしてらっしゃったり興味持ってる方もこちらに連絡いただいて、そうですね、うん、スポンサーさんも本当に今ね例えばさっき伊藤さんおっしゃった3万3000円じゃ何の広告できるのって話で、うん、新聞の折り込み
だって絶対3万円でできないじゃないですか、うん、印刷して新聞屋さんにの代理店さんに言って、うん、で折り込みまでしてもらうっていう作業だと絶対そんなの無理なので、うんうん、で今あの例えばいろいろそのまあなんかちょっとね宣伝するにも何か載せるのってすごく高いので、うんね、こういう、まあ、活動をしている、ね、今もうネット社会だったり SNS がすごくあれになってるので、そうです絶対ね、うん、価値お値段以上の広告のねあれはあるのかなっていう形なので、うん、 ね、うん、その金額で、うん、ぜひ、まあ、YouTube とかも始めて、うんまあ、もしね希望であればあの、うん、お伺いしてそこを宣伝させてもらって、はい、YouTube に上げたりとかも多分できるので、うんまあ、そういうこともやっていきたいなと思ってます。そうです。あと逆になんかこういうのもできるんですかって提案とかもなんか言っていただいたら、うんねうん、あの伊藤選手結構考えて、はい、あのあ面白いから採用しましょうっていうような宣伝方法もなんか模索していくまだ段階ですもんね。そうですね。まあまあ本当にまあねのんびりもゆっくりもしてらんないんですけど、うん、維持するためにいろいろとね、うん、やったことないことまでやりながら、ねうん、はい。これからまあ長くね、うん、続けられるように、うんはいまあ、女子プロ界のためにもプロレス界のためにも、うんまあ、何か今まで33年やってきた中で自分ができることをちょっと探していこうかなと思って、うんまあ、これ道場やるって自分、うん、プロレスラーになる前からの最終目標だったんですよ、そうなんです、うん、そうなんですよ、なんか自分がこう決めてたことはいろいろ形変わったりとか、うん、ちょっとあのなんか早くやったり遅くやったりっていうのはあるんですけど、うん、自分がプロレスになったらやりたかったことが全部できてて最後が道場を持つってことだったんでこの道場が成功したら完成なんですけど道場がもうあと1ヶ月2ヶ月潰れるってなると大変なんで、いやいやちょっとね、はい、あの道場はやっぱ都内に あるのめちゃめちゃ貴重なんですよ、うん、あのリングがね都内にあるってめちゃくちゃ貴重なんで、だからね、なんかこうあと子供たち、そうですね、うん、いやまあ子供たちだけでこう、うん、キッズだけ預かってリングの上で遊ばせるとかっていうのもやってるんですよ、そうなんもいいんです、はい、いいですか、うん、じゃあなかなかなんか思い出作りとかに、うん、そのリングで遊べるとかないのでないですね、で結構危険なようで何もしなかったら安全なんで、バランスボールで遊んでみたり、なんかボスボールっていう、こう半球のあれがあるんですけどトランポリンとかそういうので遊んでみたり、はい、みんな子供とかね、ちょっと普通の勝手にないもので遊べるっていう、まあ子供ってね、なんか決めてもスクールやりますって言っても、あの思い通りに動かないのが子供なんで、なので自分は来た時に適当になんか興味をも示したことをやっていけばいいかなっていう、でちょっと落ち着いた時にみんなで一緒にちょっと前回りやってみようかとか、はい、楽しいから入って、うんね、興味持ってもらって、はいでねうんはい、私あれなんですよね、土曜日と日曜日、まあ、土曜日子供も一緒にスクール来るので、うん、土曜日と日曜日はなるべくあのおにぎり握っていくんですよみんなに、そうなんですね、はい、もう暑さの時間ない時に、うん、あ米4合炊いたから寝坊しても絶対握っていかなきゃと思って4合はい、はあ、4合分おにぎり握って、うんまあ、子供たち優先になんか食べてほしいなと思って、うん、今コンビニとかのおにぎりとか普通にみんな買うじゃないですか、そう全然ねコンビニのおにぎりと違うんですよ、そうなんですね、握ったやつ全然違うんで、うん、それは嬉しいですよね、もちろんコンビニのおにぎりも美味しいのあるんですけど、うんはい、いっぱい、うん、でもなんかあの手で握るってあんまり今しないじゃないですか、そうですね、うんなのでまあおにぎりっていうかおむすびですね、もう本当にそうですね、うん、こうねご飯とご飯がこうくっつくようにうまく握るっていう、はい、そうですねまあ、はい、本当にもう全然またあの違うもんなんでコンビニのおにぎりとはね、うん、あのあとまあその味のりね、味のりなんですよ、はい、これはちょっとね譲れない、はい、譲れないです、味のりは譲れないしかも味のりと味塩とかもう本当にですね、なんかたまにねあの味のりにね味塩ついてるのりも発売されてるんで、それもちょっと一回買ってみようかなと思ってるんですけど、とりあえずね味のりで、はいはい、そうですね、はい、あの本当に今日あのいろいろもうお時間が迫ってはしまってるんですけど、うん、あの、ま、いろいろねあのあってあのま伊藤選手がやっとちょっと自分のメインの番組に出ていただいたっていう、ちょっとアズーリではいろんな思いがあって、今日は本当嬉しいなっていうのがまず一つと、そのね伊藤さんが道場を持たれてここにも出てるんですけど、まああのイベントをやると、ちょっとあの恥ずかしいですね、両脇渡辺とか怒ってるかもしれないですよあれこれはね前場の時の貴重なね、まだ2人とも10代ですからね、これすごいですよね、貴重な写真で、これチケットとかもこういうやつですもんね、はい、18歳とかですからね、すごいな、17、18です、これ私なんか見てください、ミキハウス着てますからね
しかも今の半分です、体重。あ、そうですか、はい、ちょうど半分、うん、いやでもこの写真すごいですよね。これを全部北斗さんが、うん、あの秩父のね、前あったあの秩父のあのなんていうのところから合宿全部どこでしたっけ、合宿場っていうか、はい、イベントしたりとかしてた、はい、あのところがあって、そこから、全部回収して、うん、いろんな選手にあのこう返却っていうか、うん、お届けされて、うん、現役だからまだ使うこともあるからって言って、うん、北斗さんが全部くださったやつを、はい、今あの、うん、はい、取り込んでいただいて、これなんで、ね、買えないものですし、あの見ることもできないんでね、ファンはね、うん、普段はね、うん、こういうものが残っていてくれたものをね、うん、ちゃんと取ってね配ってくださって、すごいですよね、うん、もうほんとちっちゃいネガでこれを全部分けてやってくれたのかと思ったらすごいなと思って、いやすごいですよね、うん、まあ、あのプロレス愛ですね、でプロレス愛だし、まあ、あのいろんな人とのつながりでプロレスってすごいあの作られていくスポーツなので、うん、ちょっとまあ今後また一緒にね番組できることも私はちょっと望んでるんですけど、はい、まあ終わりがねもう近づいてきてるんで、はい、こうやって終わらなきゃいけないんですけど、まずイベント、はい、はい、そうです、10月2日88 でチケット心手に私も買いに行こうと思ってますんで、じゃあはい、ぜひぜひ皆さんも一緒にあの会場であったらお声かけください、はい、私のこと。さあ伊藤さん、最後に一言、はい、ファンの皆さんに向けて何かメッセージを、はい、10月2日伊藤道場で初めてのイベントを行います、うん、その後はねレンタルなんかでも道場を貸し出しとかしたいと思うので、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。